山口がこの前オールスター出た時に打たれた落合です。シーズン前半の成績ですが、あっという間にパリーグのベスト10トップに立ちました落合。まあ、それにしてもね、すごいバッターが出てきましたね、パリーグもね。本当に連続三冠王なんていうのはね、今まで考えられなかったことですよね。はい、しかしね、あのキャンプでね、バッティングしないで田淵さん、よくこれだけ打ちますね。我々は一生懸命打っても打てない。もう考える、ちょっとなんていうか、ポイントが違うんですよね。私もあの鹿児島でね、3日ぐらい見ましたけどね、もうバットなんか全然持たずにね、もう守備練習だけですよ。あとやっぱり肝心なランニングだけは欠かさなかったですけどね、バッターっていうのは1週間で打たなくても下半身さえできてれば打てますからね。小林さん、落合攻めるのにどうしますか。ね、これだけのバッターですからね、ちょっと難しいのは難しいんですけどね、ボール球をどうやって使っていくかということだと思いますけどね。はい、カーブでストライクを取りました。案外ど真ん中っていうのはダメなんですよ、バッターっていうのは。だいたいそういうね、難しいポイントに山を張ってますからね、うん、いいバッターっていうのは、はい、ど真ん中のことはハッと思ってバットが出ないことあるんですけどね。ツーツー、痛烈、山本浩二見上げて入った、ホームラン、落合攻略通り先制ツーラン、オールスターゲーム6本目のホームラン。広島市民球場で58年に続いて今年も打った落合、言ったらやる人です。オールパシフィック2点先行。恐れ入りました、田淵さん。いや、もう何も言うことないですね。あ、もう有言実行と言いますかね、私は第3戦目に車を取ると言ったようなバッティングを見せましたけどね。今のリプレイですが、完全にもう狙ったバッティングですね。あの公式戦ではね、大体のボールは右中間行くんですけどね、ライト方面にね。嫌になりますね、しかし打つって打つんですからね。広島のファンがね、わーって言ったらね、ため息ついたね。ちょっとね、唖然とした表情でしたもんね。それでは先制のソロアーチを打った落合選手がベンチサイドのテレビのカメラの近くに来ているようですが、あ、落合さん、それじゃあまず田淵さんからどうぞ。はい、できた。あ、落合選手、灰をつけて。落合選手ですか。はい、田淵です。はい、言った通り打ったね。だけど、え、言った通り打った。え、あの狙い通りです。あれ本当だったら右に行くんだけど、完全なホームラン狙いだね、あれ。そうですよ。え、お祭りですから。車持って帰るの。え、車持って帰ります。じゃあどうぞ持って帰ってください。はい、ありがとうございます。小林さん、一言。小林です。はい、やったね、本当に。え、昨日の約束通りねえ。あの車はあの持って帰らなくて、ちゃんと乗って帰るように。はい、あの気をつけて。はい、乗って帰りますよ。もう好きにして。はい。もう何も言うことのないという落合選手、オールスター 今年は初めてでしたが、通算6本目のツーラン、先制のホームランでした。落合選手でした。